葛城二条神社は、奈良県葛城市染野の二条山尾岳山頂付近にある神社。式内社で、旧社格は合社。二条神社、葛城座二条神社とも、豊か仏霊神と大国魂神を祀る。豊か仏霊神が、石上神宮に、大国魂神が、大和神社に誕生されたという伝承がある。豊か仏霊神については、仏見玉の名が有名だが、 なぜ、豊かが名前につくのかは不明。また、ブライジンと同神とされる。大国魂神は、国津神の大将軍とされる。神社洋六には、竹見一命、大国守命、神義氏には、木豊タ仏霊神、大国津神と記載されている。もともとは、二条山の二つの山頂、小山とメス山にそれぞれ神、女神が祀られていたものとみられる。 創建の年代等は不詳である。二条山には、石器の素材となる、さ抜岩の層があり、古くから周辺に人が住んでいたものとみられる。文献の書室は、日本三大実録の上岸元年正月27日上、当社に十五以上の深海を授けるという記述である。演起式神明帳では、大和国区図下群カツラ二条神社にざっと記載され、大こそに列している。 大麻寺中の傍女蔵の東馬寺府金絵図には二条山の目だけに信者大王を祀る者もあったことが記されており、現在は中野坊陳寺として先座され、境内稲荷神社抹社に流王者の少子となったとの伝承がある。当社との関係は不明。近世には当社は竹の権限と呼ばれ、二条山からの水流を利用する数十家村の竹里の内神であった。 明治6年4月に豪舎に列格した。現在の社殿は1974年の二条山大火で消失し、翌1975年に再建されたもので、内部には小さな榊の御神体がある。本社の東側に大津美子の墓がある。三読の葛城しと座、天神なる命神社に、愛殿神として当社の大国魂神が祀られている。 干ばつの年には竹里によって、額の神様のぼりがお好き、のぼりもてこい、雨降らせと昭和して、雨乞いの登山が行われた。現在は、毎年4月23日に有志による竹のぼりが行われている。境内に立ち入るには美化保存協力金200円を神社に支払う必要がある。ありがとうございます。